と住吉なのです。ケモフレ2の話を相変わらずするんですけど、あのね、そうね、そのね、一期とケモノフレンズ2はこうなんか根本的な世界観っていうか、なんていうかが違うなっていうのを最近思ってて、それね、まあそこが、まあなんか直感的にみんながキュルルちゃんのことをあんまり好きじゃない理由なのかななんて思ってまーす。ほいでね、その何が違うかっていうところなんですけど、ほらね、2期のキュルルちゃんは、キュルルちゃんが1期のカバンちゃんとどう違うかっていうところなんですけど、それは人類の、いわば人類の英知をフレンズたちに授けるっていう、そういう立場なんですよ。で、多分一期の人間とフレンズの関係性っていうのはもっと対等だったんですよ。で、人間っていうのは、まあ、フレンズそれぞれこの得意なところとか不得意なところがあるじゃないですか。なんだけど、人間もその、いろんなことを知ってるみたいなことって、まあ、一つの得意な分野の一つでしかなかったっていうのが多分一期の世界観なんですよね。対する二期の世界観は、英知がある方が偉くって、英知がない知恵がない知恵がない、フレンズたち、バカみたいなまあちょっと格が下みたいな、そういう感じが違うのかななんてと思います。まあでもそれってなんつうかあれなんですよね、いわば文化人類学みたいなものが出てくる前の時代ってそういう発想だったりしたし、昔発展途上国っていう言葉を使ってたじゃないですか。あれってその文明が発展したら、西洋文明、先進国みたいな文明になるはずっていうなんか知識、発想があったんでね。なんだけど最近はなんかそうでなくって、発展途上国じゃないか、後進国って言ってたのかな。でも最近っていうか、まあそうね、レヴィ・ストロースとかの考え方って、野生のなんだっけまあやつよ、あれがあってさ、野生のなんか知識みたいなのってさ、知恵というかなんちゅうかがあってさ、そういうのがあるわけじゃん。ちょっと今すっぽ抜けてますけどね、タイトルがはいね、そんなわけでまあその辺の世界観が違うのかななんてことを思いました。あとね、もう一つ、ケモフレの話かどうかは知らないんだけど、ケモフレの話じゃないって言ってるんだけど、ツイッターで、目に見えない作家性っていうのがあるんだっていう話をしてる人がいたんです。目に見えない作家性っていうのがあって、それが大事だから、監督は誰でもいいわけじゃないんだぞっていうことを言っとった人がおるですよ。何に関して言うとですね、まあなんかそこの世界観の違いってもう作家性の話じゃないのかななんて思う。作家性の話じゃないのかな。でも作家性なのかな、その直接目に現れてるわけ、まあ現れてるっちゃ現れてるけど、もちろん現れてるんだけど、こう
まあそこが明確に違うってことを、まあ、なんだろう、その作り手側が自分で意識してるのかどうかも分かんないですよね。で、一気の表面的なところを真似してるのが、ちょっと気になるっちゃ気になるのかもななんてことを思いました。ところで関係ないっていうか肝触れの話なんですけど、ラッキーさんが腕時計型になってるのは何なんだろうっていう。つまり身体性を失ってんだよね。うん、だ完全なラッキービーストの状態から魂みたいな状態になってる。これは何だろう、エネルギーがなくなってるみたいな話なんですかね。あのパークのエネルギーがなくなってるイコール獣フレンズ自体のなんかエネルギーがなくなってるみたいなそういうことを表してるのかもしれない。よくわかんないけどそんな感じ。まだまだ獣フレ2は面白いですね、やっぱり見てると。まあ他にもケモフィックさも面白いんですけど、なんかそういうなんかあれはないドンビーが出てきたりするのはちょっとすげえなと思ったけどそんな感じです。じゃあね、バイバーイ。